こんばんはです。今日は21日の今6時ちょっと過ぎちゃいましたね。今日6時からね、富士見スポーツシューターズさんの設営で、前日設営、公式練習会ですね、APS カップ公式練習会の前日設営に、ちょっと顔を出そうかなと思ってやってきました。ちょっとね、試合の方はね出れなかったんでね、せめてもの設営ぐらいはと思って、はい。で、場所はここですね、新座市市民総合体育館、ここでもう始まってんじゃないかな。入って第一武道場っていうとこだったかな。なんかそういうような名前のとこだったと思いますが、さあこれから設営の手伝いに行きたいと思います。ここね、土足禁止で、ここで上履き、スリッパ置いてありますんで、これに履き替えていきたいと思います。では、まあ、トイレなんかどんどんどうかって話なんですが、これね、ちゃんとトイレも、きれいに完備してありますんでね、女子と男子。はい、入ってきたところですね。で、このまま行って、もうだいぶ終わってんのかな、もしかして。球場なんですよ、これ。ここ第一武道場ですね、やっぱりね。第一武道場、剣道とかのところなんですね。さあ、ここが会場です。おー、もうだいぶ来てますね。じゃーん。おー、すごい人がいっぱい、もうすでに来ております。だいぶ遅くなってしまいましたからね。ということで、設営に入りたいと思います。この設計図のもとにね、こうやって今着々と進んでおります。久しぶりにこきましたけど、やっぱ明るくていいですね、この照明の数、これは素晴らしいですね。今もう9時前ぐらいなんですけど、もう私は今日ちょっと忘れ物しちゃってね、一回取りに戻ったって何も手伝えなかったですけど、とりあえずシャダー出来上がっております。ここは下テーブルが増えるんですね。まずシルエットレンジ、死者の的も置いてありますね。非常にね、見やすいです。見やすそうですね。バックの布も濃いめになってますんでね、これはかなり狙いやすいんじゃないでしょうか。あえて当てやすいとは言いませんけど、狙うことは狙いやすいと思いますね。さあ、そしてプレート、まあ、プレートもね、何にも変わらないですね。で、プレート今回っていうか藤見さんのやつは、あのバックがねすぐ近くなんで、違和感なく打てるんじゃないでしょうか。そしてここがねブルーズアイレンジなんですけど、今はね、銃剣の場所になっています。ここで銃剣をして、そこ、ここら辺のテーブルで、あ、こちら弾速を測って、こちらでね銃のあの長さとかを測るようになると思います。さあ、ということでね、新座公式記録練習会の、場所は興奮になっております。さあ、あとは明日ちょこっと準備をして完成だと思いますね。こんな感じですかね。前日だというのにね、こんなに多くの、方がね手伝いに来てくれました。素晴らしいですね。まあ、明日頑張ってください。と私出れないのは残念ですが、まあ、はい、ということで今、ね、代表の方の挨拶が今続いております。ということで、明日というか、もう今日なのかな、新座公式練習会、お疲れ様でした。お疲れ様でしたね。頑張ってください。では、はい、ということでね、富士見行ってきました。まあ、残念ながらね、自分は出れないんですけど、まあ、今日これから一周ね、公式戦に出てるかのように、出てるつもりで一周回ってみたいと思います。まあ、本当、でもね、これまあ。ちょっと日付がかなり時間経っちゃったんでね、あれですけど、おっと
もし、試合前にこれ見る方いたら、ぜひね、頑張ってくださいね。公式練習会、最後ですからね、今年ね。じゃあ行きましょうか。ブルーザイから行きたいと思います。じゃあ行きます。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。今日は朝ね、ドストシンとかプラノか、ガンケースが大量になってきてね、疲れましたね。いやー久しぶりにすげーブロックしたな今。ですね、今日はちょっと見ていきます。一歩飛びましたね。8点ギリギリです。48点ですね。大事ターゲットはギリギリ8点ですってことですね。さあ、続いて第2ターゲットいきましょうか。はい、じゃあ行きます。スタンバイ、レディー、ゴー。久しぶりに長袖なんでね、寒くなってきましたからね。いやあ、5発目ひでえけど、まあしょうがないんだよな。打たざるを得ないと。おっと。さて。
おお、入れたね。なんとか持ってった感じ。いやー、執念でなんとか98で済みましたね。 1,2,3,4X かな。全部減りですね、これ。すごいな、珍しいな、これ。全部1000にかかってますよ、ほとんど。1個だけだな、かかってないの。98の 1,2,3,4X かなというところですね。ではプレートに行きましょう。はい、これ大丈夫かな。誰が優勝するんですかね。木本さん、加藤さん、まあ順当なところだと、ここら辺のお二人なんでしょうね。さて、行きましょうか。プレート競技を開始します。プレートスタンバイ、レディー。おお、とりあえず下段はクリーンできましたね。来たんですけどね、相変わらず照明が明るいですね。これくらい蛍光灯あったらいいですよね。あー、外しちゃった。今ね、焦点がね、真っ向に来てましたね。
さあ、これ頑張れ、ここ踏ん張れ。残念残念古っということでね、11枚でしたね、44点。最後シルエットにいきたいと思います。はい、ではシルエットいきましょうか。ここまでね16、18点落としちゃってるんで、シルエットマイナスとしても182点ということになりますね。まあ公式、まあ本大会も当然そうですけど、公式練習会に参加してる強者ども、強者どもって言ってですね、強者の皆様がいる中182点だと優勝はちょっと厳しいかな。まあとりあえず頑張ってみましょう。はい、ではいきます。シルエットスタンディング競技、スタンディング競技からですね。ではいきます。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。ではいつものように8メートルから狙いたいと思います。とりあえず当たりましたね。9メートルやってきます。おお、かすり。さあ、続いて10メートルですね。当たりました。うわ、時間ですよ。はい、では最後プロン行ってみましょうか。こんな感じでいいのかな。じゃあ行きましょうか。2分間で終わったプロン競技ですね。はい、スタンバイ、姿勢は重厚下にしてください。プロンの場合ね、45度以下にはできないんで、下につけてください、下に向けてくださいっていうことで、スタンバイ、姿勢ということになります。じゃあ行きますよ。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。まず8メートルから狙ってきます。うわー、今日ぼやけんな。これやっぱ黒い服の影響ってあんのかな。見よう。
続いて9メートル。お、勝ったのか今。とりあえず倒れましたね。続いて10メートルです。ああ、バンナソから横向いちったよ。とりあえずまず7メートル打ちます。さあ、もうバッチかかってるなんて、もう10打つしかないんで、ちょっと狙ってみますね。ああ、今右に動いちゃったな。まあ、しょうがないですね。ちょっと引きぐれしなきゃ当たったような気すんだけどな。はい、終わりました。さてねえ、10メートル見えるかな、ね、横向いてますね。ズーム、そこに行けって話なんですけどね。はい、見えてますか。もう一吹きすればね、落ちたと思うんですけどね。はい、さあということでね、実の一周も終わりました。よいしょ。20の12になるんですね。それでも32点ですからね。174点かな。174の 4X、まあ、公式って点数、公式ってこと考えたらね、まあまあの点数でしょう。まあ何位ぐらいかな、6位7位ぐらいかな。ということでね、今日ちょっとあの富士見スポーツシューターズさん、スポーツシューターズさんのね、新座体育館の様子なんかもほんの少しですけどちょっと撮ってみました。最後になりますけど、公式練習会、参加なさる方の検討を誓うと、検討を祈るとともに、主催のね、アズブンとホコさんとまた頑張ってくださいという、そんな感じで今日は終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。